どうも、ポコイ TV の倉石ポコイと嫁です。はい、今回ですね、4回目ですね。前々回ぐらいに作った、低糖質のあんこを使って今日はですね、この水羊羹を作ってみたいと思います。では早速、行くぞ。おう、あったね。はい。はい、ではですね、まず、水羊羹作る際に、なんだ、寒天か、お水ですね。お水ですね、はい、はい、お水 300cc 入ります。はい、火をつけます。はい、中火ぐらいで、粉寒天、粉寒天 4g、 粉寒天が 4g 入ります。少し沸騰するまで待ちます。沸騰するまで待つ。ふつふつし始めたら、1、2分このふつふつさせたまま混ぜながらやらないと寒天が固まらないです。必ずこれはしっかりと沸騰させないといけないので、必ず沸騰させてから1、2分混ぜながら様子を見るというかね、焦がさないようにというか、周りにどうしてもくっつきますからね。そうなんです。寒天で少しね、あの粘り気が出てきますので。で、お砂糖を入れます。はい、今日もですね、ラカントを使わせていただいております。ラカント20g 入ります。はい、入ります。はい、ではもうさ、メインとなるあんこをここで入れちゃいますね。はい、入れます。というか、もう水羊羹もはやこれで、あとは冷まして完成ですからね。そうです、そうです。早いもんですね。とっても簡単なんです。まだこだわるね、だったらこう小豆をね、こう北海道から取り寄せた小豆だったり、あとはまあ水にこだわったりとかね、していただけるとさらにね、こう質が上がるというか、上がりますね。よく煮溶かします。はい、で、あとはここから粗熱を取る。粗熱取ります。はい、手っ取り早く氷水を使わせていただきたいと思います。はい、はい、10件の自分の声本当、多分すごく分かりやすくなると思うんですけど、あの冷えてくると寒天って40度から5度で、固まってくるので、はい、すごくドロッとしてきます。でここで粗熱しっかりとってからじゃないと、分離します。下に小豆が溜まって上に水分 が、もうこの辺は手早くやらないと固まってきちゃうので、溜まっちゃうからね。特にね、氷水でやってるから余計よね。危ういです。多分お分かりの方見てれば分かるかな。この下の筋が見えてくるようになる。はいはいはい。こうやると、これが結構、重たい。はい、で、今日はですね、特にお家なんかもそうだと思うんですけど、型みたいなものはないと思うので、ない。まああるお家もありますね。すいません、今のはね、決めつけでした。はい、なので今日は、タッパーで作る水羊羹という形にしたいと思います。でこのタッパーに入れる際に少し水で濡らすと取りやすくなります。はい、じゃあ入れます。はい、あ、固まってきちゃった。もう早いですね。早いやっぱこの冷水でも氷水だったからちょっとね、固まりが早かったかな。早い急がなきゃ。でまあ表面を慣らして
トントンしてもらって、うん、このくらいです。あ、もう固まってきちゃってで、冷蔵庫で1時間、まあ、固まるまでってことですね。そうですね、はい、約1時間寝かします、うん、はい、はい、では先ほどの、水ようかんですね、はい、タッパーの水ようかんが、固まりました。こんな感じですね。ではこれをちょっと食べやすい大きさに切っていただいて、うんうんうん、しっかりしてるね。はい、4g 入ってるので、うんうんうん、がっつりと固まります。もしなんか喉越しがスルンとしたいと、喉越しがするつるんと食べたい、つるんと食べたい人は、あっさりね、うん、はい、あの 3g にしてもらってもいいかもしれないです、うん、その分しっかり火入れをしないとやっぱここまで固まらないので、うん、うんうんうん、うわ、なんかすごいね、素晴らしくなってるよねすごくごめんなさい、入れ詰まっちゃう。いや、美味しそうけど。あ、はい、あ、いいね。いかがでしょう、はい、うん、この水ようかん完成です。いや、こっちにくれよ確かに見える？見える。ずれちゃう。完成です。はい、僕いただいちゃっていいんですか？はい、はい、できます。テリテリですね、ちょっと違うんです。わ失敗したと思うんだけど、これいいね。うん、上品な、うん、そうですね、うんうん、甘すぎないっていいですね。甘さ苦手な人にはちょうどいいかも。うん、小豆の風味もしっかりと、うんうんうん、甘いの好きな人にちょっと物足りないかもしれないですね。うん、どうしても、うん、でも全然水ようかん夏には持ってこい。そうですね、もうすぐ本当に言ってるのもちょっとだんだん暑くなってきてますからね、うん、こういう清涼感のあるものは本当にいいと思います。食欲がないですうん、あとはもうタッパーはの底をあのサイズ感よりもっとちっちゃくしてねしまえば高さも出るからね、うん、いいね。うん、で、糖質もオフ。うん、うん、いうのがうまい。で、寒天もやっぱり食物繊維があるから、うんうん、これ誰に食べてもらいたいんですか？やっぱりブニブニちゃんなんかツイッターに書いてあったんだよね奥様が何食べてもらいたいですか、むにむにちゃん来た時にキュンとしちゃってありがとうございます、そう言っていただけるぜひ ね、 そうね、頑張ってまあいつかね、あのこうちょっと落ち着いたらね、ぜひあの持っていきたいよね、こう作ったものもね、ね、うん、まあ、特にカルトは自信作なので ね、 ね、 ね、まあ、落ち着けばね、少しね落ち着かないと、まあうちもまだちっちゃいのがいるんでなかなか表には出れないという状況なので、うん、そんな感じですね、うん、今日はじゃあこういう感じでですね、低糖質の水ようかん作ってみました。はい、ほこり TV の倉橋ほっこりと夢でした。ありがとうございます。食べてよ次こそっと食べてよ。うん、やっぱいいね。ずっとカメラ回ってるけどね。